はい、めげくんです。今回は前回購入した RTX4070 を水冷化してみたいと思います。まあ、あのね、ワットパフォーマンス4070めちゃくちゃいいんで、本格水冷にする必要はほとんどない、ほとんどっていうか全くないんですけど、まあ、めげくんの PC は一応本格水冷で組んでるんで、4070だけこの空冷ってわけには、なんか見た感じどうしても許せなくって、無理くり本格水冷化してみたいと思います。まあ、水枕はね、EK のは高いんで、今回はバイクスキーの安いやつにしてます。はい、ということでこれがね今の仕様ですね。 7950X3D に 4090EK の水枕を使ってます。それに EK の、リザーバーとアクアウォーターのリザーバーで4070だけが空冷といった仕様になってます。まあ、あのね、別に4070でゲームやってるわけじゃなくって、いっぱいついてるモニターの、あの単なる出口として使ってるんですけど、まあ、一応ね他が水冷で組んでるんで、まあルートを変えて、ちゃんと本格水冷の中に入れてあげたいなと思って、今回作業してみたいと思います。まあ、それとね、反対側にある13900KS を1号機として使ってたんですけど、まあ、この夏場はね 7950X3D のそのワットパフォーマンスが良すぎて全然熱くならないですよね。なんでこっちを1号機にしたいと思うんで、1号機っぽく見た目を変えていきたいと思います。ということで空冷の4070を早速摘出しました。まあ、摘出って言ってもね、あのネジで簡単に止まってただけなんで、2本外せばすぐ取れるような感じになってました。はい。で、これを水冷化するためにアリエクスプレスからバイクスキーで水枕を探して買いました。やっぱりね、4070のねこの水枕ってほとんど売ってないですよね。まあ、それと1号機にするために同じバイクスキーの温度計を2つ買ってみました。まあ、これはね CPU と GPU 側に2つ使おうと思ってます。それと水路を多少変更するんで、水抜きのこれもバイクスキーの、プラグを買いました。まあ、それに合わせてね T 字の、ものを買って分岐する予定です。一応ね GPU と CPU2 つの水路を使ってるんで、まあ、2個2組買ってます。はい。と、今まで EK とアクアコンピューターのバラバラのポンプで使ってたんですけど、まあ、今回新たに新調しました、アクアコンピューターの。ただね、国内探しても売ってなくてですね、海外から取り寄せました。でついでにね、これも別で買いました。これあのリークシェイカー、レイクシールドですね。どっかこう漏れても負圧で漏れないようにする機能みたいなんですけど、まあ表示が、温度計の表示があるんで買ってるだけですね。はい。で1メーターの、チューブですね、5本買いました。まあ、このぐらいあればなんとか水路も新設計できるでしょう。まあ、それとねピカピカ光るものをねアリエクスプレスでねまた買いましたね。まあ、今回 ASUS さんの、ピカピカ光るものを何点か仕入れて、これを後ほど使ってみたいと思います。というわけで早速、空冷を水冷に変更していきたいと思います。まあ、これでね何回目でしょうね、結構バラッシャ組んでバラッシャ組んで、でいらなくなったら売るためにまた元に戻してって、もう何回もやりましたけど、まあ、そろそろね高をくくってやってね、大きな間違いを失敗しそうで怖いんで気を引き締めていきたいと思います。まあ、あのこれはね裏側から大体は外すんですよね。バックプレートにあるネジを、まあ、後で戻す時も考えてね、あの備忘録代わりにこれ動画撮ってるんですけど、まあ、きちっと分かるように記憶しながら撮っていきます。でね、結構ちっちゃいネジがあるんで、先の細いドライバーがね必要ですね。で電動をねすごく楽で買ったんですけど、何箇所かやっぱりきついところがあって電動じゃ回んないんで、しょうがなく手で回してます。でね、この部分はねスプリングの入ったネジでね、あの GPU のコアをね
あの押し付けて当ててるんですけど、ここに1箇所シールで塞いであるところを外すと、もう保証が効かなくなっちゃいます。でこれゾタックのやつはないんですよね。だからゾタックのはもしかしたらバラしても保証効くんですかね、ということで裏面から全部バラすのかなと思ったら、これ意外とめんどくさいあれで、ファンのまず裏面を全部ネジ外すとファンのカバーが外れました。で今度こそバックプレートが外れるのかなと思ったら、その前に中身の具が取れましたね。ヒートシンクの部分が先に外れて、その後バックプレートを止めてるネジを、2箇所ぐらいだったかな、外してようやく、4枚おろしになる感じですね。4070安い GPU の部類に入るんで、もうちょっと簡単にバラせるのかなと思ったら、意外と4090よりめんどくさい構成でしたね。ネジは見えるのに手が入らないみたいなところに意外とくっついてて、正解のバラし順じゃないとバラせないですね。はい。で GPU コアを、きれいに拭いて、グリス、元のグリスを拭いてピカピカにしておきます。まあ、周りにね結構こぼれちゃってるんですけど、ここをね神経質にコリ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 やってね、もしねガリって取っちゃったらもうそれで泣くに泣けないことになるんで、あの表面の部分だけをきれいに磨いて、あとは新しいグリスを塗るで済ましちゃいます。まあここら辺はねどうせかぶしちゃえば見えないんで、そんな神経質にきれいに取る必要はないのかなと思います。でおまけでついてきた、シートを貼ります。これがねなかなか剥がれないですよね。今回のこのバイク席についてきた純正のやつとか、なんかいつものやつより質が悪いんですよね。ポロ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 剥がれるし、ただ予備を持ってなかったし、そんなに4070なら発熱しないだろうと高をくくって、ついてきたものをそのまま使うことにしました。これね厚みを気をつけないと、あんまりその元の想定してたものより厚いものを使っちゃうと GPU とのコアと水枕が接触しなくなっちゃうんで、ここら辺はねあのよく付属のものをちゃんと使うか、付属じゃないものを使うんだったら一度組み付けてネジ止めた後外してみて、きちっと当たりが出てるかっていうのを見た方がいいですね。昔ねメイ君はねよく見ないでね、とりあえず厚めのやつ貼っときゃ届くだろうと思って貼ったら、思ったより潰れなくって GPU にちゃんと接触してなかったですね。で水回して全部組み付けてからベンチ回したから全然冷えなくって、あれって思ってバラしてみたら全く接触していなかったっていうオチがあって、まあ本格水冷なんで一回組み上げちゃってから失敗なんてことになるとめんどくさいんで、やっぱり時々こうチェックをした方がいいと思います。はい、ということで CPU グリスは、どこかの某さんのものを使います。まあ一番信用に置けるかなと思ってるんで、こちらの方を使っていきます。でここは、バイクスキーの水枕のキットに入ってたネジとスプリングがくっついてるやつがあるんで、それを4つ均等に留めます。まあ、純正よりはねなんか押し付ける感は少ないような気がするんですけど、まあ、ただこれでいいっていうことなんでこれでいいんでしょうきっと。はい、で4箇所留めたら今度は、HDMI とか DP の端子の部分の、プレートをはめます。これね製品によってはねここあの薄いやつがついてくるんですけど、最近バイクスキーのやつやっぱり安いんでこのプレートの部分はついてこないんですよね。なんで4090とか水冷化すると2スロットぐらいで収まるのに4スロットのプレートがついてて結局4スロット占有するみたいなオチがあったりするんで、まあ、ここら辺ねちゃんとついてる EK さんとかのやつの方がいいかななんて気はするんですけど、まあ、土台高いんですよね。はい、で、4本止めた後残りはバックプレートと表面を、付属のちょっと長めのネジでとも締め以上で終了です。4070ねちっちゃいですね。あの3連ファンの1個ファン分はもうただの素通し状態ですね。
まあ、技術の進化とはすごいものですね。3060とかもっとちっちゃいですからね。4070なんで多少大きいですけど、まあちっちゃいことはいいことかなりって感じですかね。はい、でこれで完成で、まあ、あとは水路の蓋を2箇所閉めます。4箇所開いてるんで、まあ、インとアウトの両側のどちらか水の取り出しと出口の方を想定したところの逆側を止めると、それで終了です。でいきなりセットして水回しちゃってから動かなかったなんてことになると大変なことになるんで、まあ、あの空冷のベンチ台でとりあえず止めて、ちゃんと出力されるかどうか試してみます。これね、もっとハイエンドのグラボだとね、この空回し状態でも結構熱くなるんですけどね、この4070ね、さすが8ピン1本ですよね。全然熱くならないですね。あの4090とかを水冷化してこのチェックやると、本当はあのちょっとでも動いたらすぐ止めないとどんどん熱くなってっちゃうんですよね。なんですけど、これなんかもしかしたらこのまま使えるんじゃねっていうぐらい熱くならないですね。なんで時間的に余裕があります。なんできちっと立ち上がってデバイスマネージャーで4070を認識しているかどうかまで確認して電源を切っていきたいと思います。まあ、あのね、これね 5V 3ピンの LED が下に入ってるんでね、まあ、うざいぐらい光りますよね。ただね、これね、線が切れやすいんで脱着するときは気をつけないといけないですね。メイクも何回か買いましたけど、3台分ぐらいはぶっちぎってますね。でこれあの最新の ASUS のマザーだとボタンをプッシュするとグラボ外れるんでいいんですけど、他のメーカーさん、これは MSI のトマホークなんですけど、これにはめちゃうとそのグラボの取り出しのボタンがまあ押しづらいこと、あの EK の付属に入ってる棒を使うかマイナスドライバーでこじんないとまず取れないですね。これ片面の水冷だからいいんですけど、 EK の4090の両面水冷にしちゃうともう完全に中に消えちゃうんで、はめたら最後二度と取れないんで気をつけてください。まあ、なんであの水枕を使うんだったら間違いなく ASUS の、 あの最新 の、 あの押しボタンでグラボが外れるタイプにしないと、ロックをへし折って取ることになるんで皆さん気をつけてくださいね。まあ、とりあえず今回は組み立て編でした。まあ、次回は、本体に組み込んで水路を設計していきたいと思います。それじゃあまたね。バイバーイ。